さあというわけで続きまして、茨城食と農のポータルサイトうまいもんどころからのお知らせでございます。よいしょ、よいしょ。はい、こちら、うん、うまいもんどころではですね、味わってみなきゃわからない贅沢な願いを叶える太っ腹コーナープレゼントキャンペーンが毎週更新されております。味わってみないとわかんないよな。本当味わってみなきゃわからないですよ。そしてですね、毎回茨城の美味しいものをプレゼントしているんですけれども、うん、本日から始まるプレゼントはこちら、じゃじゃーん、大葉園芸の茨城キッスですが見えませんこちら、はい、茨城キッスでございますよ。こちら茨城キッス、はい、こちらね、茨城キッスはですね、茨城県オリジナル品種といたしまして、うん、より食味が良く、はい、より形がいいイチゴを目標に、うん、8年という長い年月をかけて開発されたそうです。生まれた子供が8歳、8歳ですよ。もう8歳になっちゃう、小学生上がっちゃいますからね。はい、育成にあたってはですね、たくさんの交配組み合わせから作った1万種以上のイチゴを研究員が一つ一つ色や形、そしてですね、美味しさなどを判定して選抜する作業を繰り返しました。そら美味しさ判定する仕事したいねそうです ねこれも美味しい。でもジェームさん、全部美味しいってなっちゃうじゃないですか。いや、厳しいですよ。あ、そうですか、じゃあぜひ、やった、あ、これ甘すぎ、あ、これかなみたいなね、うん、ぜひ研究員に、はい、そして完成されたのが、うん、形が綺麗で濃厚ジューシーな品種、茨城キッスでございます。すごい ね形綺麗ですよね、本当に。こちら、何千回もの判定を繰り返した末、開発に携わった人々の思いに応える素晴らしい特性を持って誕生したこの茨城キッス、果物の宝石、はい、その優れた食味をぜひご体感してください、はい、ということですね、うん、本当にこちら美味しそうなんですけれども、改めまして今回は大葉園芸さんから茨城キッス1箱をなんと3名様にプレゼントいたします。よっ、よっ、どっぱら、よっ、はい、こちら3名様です、うん、こちら応募期間はですね、本日1月16日から1月26日までとなっております、はい、この機会にですね、ぜひご賞味いただきたいと思います、はい、味わってみなきゃわからないですからね、うん、そしてまた、うまいもんどころ茨城食と農のポータルサイトでは、茨城の旬の食材や県内の直売所情報、美味しい料理のレシピなどなど、茨城県で作られた農林水産物についての情報をたっぷりとご紹介しておりますので、はい、ぜひ皆様ご覧くださいね。ということで、以上、うまいもんどころのコーナーでした。